高速大市橋は東京都大田区と神奈川県川崎市の間の多摩川に架かる首都高速横羽線の橋である。東西に流れる多摩川に架かり、左岸が東京都大田区羽田2.3丁目、右岸が川崎市川崎区との町1丁目で多摩川の左岸よりが都県境となる。川崎市側では東京都道、神奈川県道六号東京大市横浜線の 大司教の直上を通るが、玉川に直行する大司教に対し、高速大司教の大田区側の岸は170メートルほど下流側にずれており、両端の間には船だまりがある。1939年の大司教開通以前には、羽田の私が運行されており、両岸の元橋の田元には、石踏みが建てられている。1968年の開通以来、 玉川を渡る橋としては最も川口よりに位置し、これより下流側の渡下施設はいずれも推定トンネルである。ただし、元橋の 2km ほど下流に羽田連絡道路の橋梁を建設中である。洪水対策から島町を長くする必要があり、建設に最終多くの企業から競争設計を募った。左岸側は士間 80m プラス132。 メートルプラス80メートルの三景間連続校、小板桁橋、右岸側足間64メートルプラス64メートル、54メートルプラス50メートルのプレストレストコンクリート T 型ラーメン橋とした。桁橋部の施工にあたっては交渉板の現場と都合性溶接や Y 型の交渉板縦リ部、溶接と高力ボルトの併用継手など、 当時の最新技術が導入された。軽量化を図り、横リブは5メートル間隔と一般的な同形式の2から3メートル間隔に比べて少なくした。Y 型リブを使用した商売は橋桁の軽量化に寄与したが、橋全体がたわみやすいという弱点も持った。1日平均通過台数約8万9千台という交通量の多さもあり、1985年頃から、 多数の疲労亀裂が確認された。このため、左岸側約300メートルの公共部分の上部孔を掛け替えることとなったが、現在の技術基準の設計では、地下重が大きくなり、下部孔の体力を上回ることが見込まれるため、橋脚を含めた掛け替えが決定した。門型の橋脚を設置するとともに、季節橋の下流側の河川上で新設橋の上部孔を組み立て、 季節橋の上部校を上流側にスライドさせた後に新節橋を仮設する手順で行われ、完成は2023年度を見込んでいる。福音は16.5メートルから18.2メートルに拡幅される。ありがとうございます。